どうもプロボーラーの川添翔太です。本日も翔太チャンネルご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、ハイスポーツ社9月発売のロトグリップ RSTX2 と初代 RSTX1、 この2つのボールを比較していきたいと思います。まずスペックの紹介なんですけど、 RSTX2 そして RSTX1 コアはですね、 RST コアとなっております。RG が 2.53、 デルタ RG が 0.053 となっております。そしてカバーストックなんですけど、 X2 は E トラックスプラスパールリアクティブとなっております。そして X1 はマイクロトラックスハイブリッドリアクティブとなっております。まあ、カバーの強さがですね、マイクロトラックスはかなり強め、そして E トラックスプラスは、 E トラックス自体は、まあ、中間よりも少し下のカバーなんですけど、まあ、プラスになることによって少し強くなっております。そしてパールとハイブリッドの差がございます。そして表面仕上げは X2 は1500万グリットポリッシュのポリッシュ仕上げ、そして X1 は3000万グリットアブラロンのサンディング仕上げとなっております。さあ、この2つですね、どちらも世界発売のロトグリップのボールとなっておりますので、どのような動きの差となるのか、それでは最後までご覧ください。どうぞ。はい、それでは早速いきたいと思います。ハイスポーツ社9月発売の RSTX2 と、初代 RSTX1 を比較していきたいと思います。まずは X2 から投球していきたいと思います。やっぱりこのボールはね、やっぱり転がりがいいのと、やっぱ奥がしっかりと曲がってきてくれるんですよね。いやー、一言で表すと安定感のある奥の動きの強さって感じですね。そしてね、やっぱね、ピンアクションの破壊力がすごいですね。いやー、このボール何がいいって、やっぱ転がりがいいので、やっぱ使いやすいんですよね。使いやすい中でもやっぱかなりね、奥がしっかりと曲がってくるので、やっぱりね、いいですね。ピンがね、やっぱしっかりと10本倒れてくれてるところが良さですね。いや、今回ですね、カバーストックが E トラックスプラスパールということで、 E トラックスだとちょっと弱めのカバーにはなるんですけど、プラスになることによってちょっと強さがあるんですよね。やっぱね、奥のね、やっぱ動きが非常に強く感じますね。はい、今度はですね、初代 RSTX1 を投球してみたいと思います。同じラインで投球してみたいと思います。あー、やっぱ全然違いますね。カバーストックの強さが違うのと表面仕上げも違うので、やっぱ初代 RSTX1 の方がやっぱりかなりね、動きが強く感じますね。いやー、やっぱり初代 X1 の方がやっぱ動きはね、断然大きいですね。もう一度同じライン投球してみたいと思います。あー、やっぱだいぶね、途中で曲がり始めてるのが分かりますね。X2 の方がやっぱ奥までしっかりといって曲がり始めてるんですよね。 X1 の方はかなりね、手前途中からボールが曲がり始めてるのが分かりますね。はい、今度はですね、 X1 で2枚ほど左に立って投球してみたいと思います。そうですね、2枚ほど X1 の方がオイルの上を使って投げても曲がってきてくれる印象ですね。うん、そうですね、やっぱ表面仕上げもですね、やっぱり X1 サンディング仕上げ、 X2 はポリッシュ仕上げなので、やっぱりそのあたりの差も出てきてますよね。
まあでもやっぱりそうですね、 X1 の方がやっぱ途中からしっかりキャッチしてる分ですね、 X2 の方が奥が曲がってるような印象ですね。はい、今度はですね、あまり曲げずスピード上げて外から投球してみたいと思います。まずは X2 から投球したいと思います。おお、やっぱりね、こうポリッシュ仕上げでパールなので、外のオイルの薄いところを使ってもね、リアクションが非常にいいですね。はい、今度は同じように X1 で外から投げてみたいと思います。やっぱり今度は逆にですね、オイルの薄いところを使うとキャッチが良すぎてですね、 X1 の方がちょっと緩やかに感じましたね。はい、今度は逆にですね、スピード落として幅を取って曲げて投球してみたいと思います。まずは X2 から。いいですね、スピード落としてもね、奥がしっかりと曲がってくれますね。はい、今度は同じように X1 で投球してみたいと思います。おお、やっぱりそうですね、オイルの上を使った時もやっぱりよりですね、 X1 の方がしっかりと曲がってくれますね。それではローアングルから投球したいと思います。ということで、ご覧いただきましてありがとうございました。今日はですね、ハイスポーツ社9月発売のロトグリップ最新作の RSTX2 と初代 RSTX1 の比較だったんですけど、まあ、投げた感想としてはですね、まあ、今回ですね、まあ、同じシリーズということで同じコアなんですけど、やっぱりね、カバーストックの素材がかなり強いマイクロトラックスのハイブリッドなのか、やっぱりね、中間ぐらいの E トラックスプラスパールなのかの差がありました。そして表面仕上げも1500番グリッドポリッシュと、3000番グリッドアブラロンの差がありましたので、動き的にはね、かなり差があるように感じました。まあ、使い方としては、まあ、X2 はね、まあ、こう中間ぐらいで使えるボールなのかなと思います。逆にですね、 X1 はどちらかというと朝一とかオイルが多い時に使いやすいボールとなっております。まあ、今回ですね、この RSTX2、やっぱね、この RST コアはですね、数値的に見るとそこまで低完成じゃないですけど、かなりですね、やっぱ転がりがよく感じます。そして今回このカバーストックもですね、 E トラックスプラスパールということで、かなりね、ドライゾーンからのやっぱ動きがね、強く感じるボールとなっておりますので、ぜひぜひ皆さんも投球していただきたいと思います。はい、本日も初代チャンネルをご覧いただきましてありがとうございました。ぜひですね、チャンネル登録と高評価の方もお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。
バイバイ。